1番の小林が前受け、追走が野崎、3番手には小酒です。さあ昨日同様の対戦となって4番の布井が動いていきました。昨日は1番の小林がここで突っ張ったんですがどうでしょうか。残り2周、今日は4番の布井が抑えて追走2番の大川、和歌山勢がまず出ました。そして3番手車を下げた1番車の小林、小林今日は一度車を下げて3番手です。前は4番車の布井が先頭に変わっているんですが全くペースが上がりません。ここは2分線両者の駆け引き、さあ布井対小林、どのあたりから今度は小林が仕掛けてまいりますでしょうか。後ろを振り返りつつ4番の布井翼、3番手ここから1番車の小林、小林が縦に踏んでまいりました。ただ3番の小酒は連携が乱れました。あとは2番の大川も離れるような感じになってしまって、さあ4番の布井が先頭、2番手に収まったのが1番車の小林、あとは外から2番車の大川が追い上げてまいりましたけども3番手のアウトキン、ここは5番の野崎が張ってまいりますでしょうか。逃げる4番の布井翼、そして2番手1番の小林弘也で4コーナーは回ってきました。さあ先頭は1番の小林に変わって小林先頭で五輪。中部の3社が前から切れ目の4番手には4番の広川、そして5番の国井、2番の椿、東の遠征ラインが後ろからです。誘導員と車間を空けました1番車の磯村、さあ5番の国井が上昇、ここに対して磯村がどうでしょうか。昨日同様に突っ張ってまいりますでしょうか。誘導は退避、まずは前段中部勢が一度突っ張っています。1番車の磯村、そして5番車の国井が元の位置の5番手、国井が再度仕掛けてまいりますでしょうか。鐘が入ります。さあ5番の国井、1番の磯村、両者の駆け引き、国井ここは行きませんか。おっと4番の広川が車を上げてまいりまして3番手付近に収まりましたでしょうか。さあこの辺りは後ろの動向をきっちりと見つつ1番車の磯村がこの辺りでペースを上げてまいりました。3番手に4番の広川が収まっています。2番手が3番の花村直人、そして後方5番車の国井、さあ国井が5番手付近、ここから一気にまくってまいりました。3番手2番手まで上がってまいります。さあ気づいた3番の花村が横に振ってまいりまして4コーナーを回ってくる。さあ外を通って5番の国井が伸びてきたか、内には3番の花村に4番の広川。3番の伊坂が前受けを選択いたしました。後ろから5番車の野口がゆっくりと動いてまいります。野口の上昇2分線、気づいた伊坂がどうするか。さあ少し誘導と車間を切って、残りは2周回伊坂ここで車を下げました。これを見て児玉が切り替えます。後ろからまずはすんなりと5番の野口が抑えて伊坂はポジションを下げました。前後布陣が入れ替わっています。先頭に変わった野口が後ろを振り返りつつ、さあこの辺りペースに入れてまいりますか。彼の3コーナーから4コーナー、先頭野口、2番手が宮下、そして松本、小玉と続いていって5番手3番の伊坂がどこから仕掛けてまいりますでしょうか。残りは1周回ペースがぐっと上がってまいりました。5番の野口がかける、追走が2番車の宮下、3番手には6番の松本、さあそして5番手2コーナー出口、ここで3番車の伊坂がまくっていく。3番手2番手まで上がってまいりました。逃げる5番車の野口を捕まえていって3番の伊坂が先頭に変わる。そして4番車の黒木がちょっと口が開いているんですけども、4コーナーから直線コース、先頭3番の伊坂先頭で五輪。3番の鈴木、1番の小出、この両者の2分線、前を取ったのが3番の鈴木でした。
さあ1番車の小出がどこから動いてまいりますでしょうか。ここで行きました1番車の小出、さあ残り2周というところ、前受け3番の鈴木はどうする。1番車の小出が抑えて、さあ3番の鈴木内で粘りました。ここは5番の林と6番車の井上、地元勢、おっとここで6番車の井上が一度インを切りに行きます。イン切りを見せて、そして5番車の林、さあ1番車の小出の後ろ3番の鈴木が粘っているんですけれども、5番の林が死守できるでしょうか。さあここで近畿作戦、1番の小出、おっとここで2番の関東、関東がかわしてまいりました。残り1周というところでかましていって、3番手にうまく2番車の関東が入っています。1番車の小出が先頭、追走が5番の林、3番手に2番車の関東です。そして6番車の井上がいて、5番手付近から3番の鈴木、鈴木がまくり上げて3番手2番手まで接近してまいりました。4コーナーを回ってくる、先頭は1番の小出、外からは3番の鈴木、さらには7番の阿部明でしょうか。先頭2番の吉田が後ろを振り返りました。3番手には1番の竹澤、6番手に3番の池部がつけています。さあ3分戦、123期同期対決、後ろから池部が上昇、残りは2周回。さあ後ろから3番の池部が抑えて先頭に変わる、そして今度は1番車の竹澤が上がってまいりますか。そして2番の吉田がこれを見るような感じなんですが、ここで踏み合いとなってくるか。2番の吉田、1番の竹澤、さあここで竹澤が先頭に変わりました。これで2番車の吉田が叩かれながら中段をキープ、3番の池部は後手に回っています。先頭に変わりました1番車の竹澤です。中段後ろ振り返って2番車の吉田、後方には3番の池部聖となりました。さあ残り1周を切っていく、2番手後ろ振り返って4番の田村和樹、4番手からまくる2番車の吉田、吉田が2番手からまくってまいりました。さあ田村が仕事ができるかどうか、先頭は1番車の竹澤、外を通って2番の吉田、田村が懸命のブロック、さらに5番の早川突っ込んでくるか。4コーナーを回ってくる、まくり切ったのは2番の吉田、吉田先頭で五輪。青番周回2センターから4コーナーカーブ、まず大谷が出て、それをかわしていって先頭を取ったのが7番車の藤巻でした。ポジションを上げた6番車の長塚はなかなか位置が取れなかったんですが、結局中段2番の三宅が迎え入れて、6番の長塚の後ろに2番の三宅が収まる形です。人気の中心6番車の長塚、対抗角が2番車の三宅玲奈、4番手を取った6番車の長塚、後ろを振り返っていますが、後ろからの仕掛け今のところありません。前受けは7番車の藤巻、3日間続けての前受けです。ここで誘導は対比、金が入ります。さあ4番手ポジションを上げていくか、6番車の長塚優子、4番手の外に持ち出しています。この後ろには2番車の三宅、そして地元の森内、3番の谷本は依然として最後方です。この辺りはスローペース、なかなかペースが上がっていかないんですけれども、7番車の藤巻、そして中段からここで縦に踏んでまいりました、6番車の長塚です。長塚が仕掛けてまいりまして、最終の2コーナーからバックに入るところ、さあまくっていって6番車の長塚が先頭、その後ろには2番車の三宅、そして7番車の藤巻にアウトコースが、4番の森内愛香、そして5番の大谷がこの後ろに続いている、さらには3番の谷本オーダーで4コーナーを回ってきました。先頭は6番車の長塚、長塚先頭で踏ん張りましたか。2番の坂口が5番手にいて、3番の松本、しんがり7番の下城、下城がポジション取れず最後方となっています。青番周回から赤番周回に入るところ、6番の奥井が人気対抗格、人気中心が2番の坂口風花、奥井坂口ともに連勝で勝ち上がってまいりました。
前が6番の奥井、今日は決勝戦奥井が前受けを選択、そしてこの後ろに5番の黒コーチがつけています。あとは村田、国村がいて動いたのが下城、しんがりからまずは7番の下城が縦に打ってまいりました。金が入って3コーナーから4コーナーです。前6番車の奥井が7番の下城を送り出して2番手をキープいたしました。3番手に5番の黒コーチ、そして4番の村田、1番車の国村と続いています。さあ残り1周を切りました。2番手絶好のポジションは6番車の奥井、奥井が2番手から縦に踏んでまくってまいりました。最初の2コーナーからバックストレッチ、後方から4番の村田、そして2番車の坂口もまくっていって、まくり合戦となってくる。ここで4番車の村田が先頭に変わるか、あとは外を通って2番車の坂口に3番の松本を追い込んできて4コーナーを回ってきました。先頭2番の坂口、坂口先頭でゴール。近畿勢が前を取りまして、切れ目に3番の関戸、後ろから7番車の大阪、ここで上昇してまいりました。関東勢の上昇、さあ4番の山本、前受け少しペース上げて残りは2周というところです。7番の大阪が前を抑えて、さあ4番車の山本なんですがどうでしょうか。山本がちょっとこの辺りは飛びつくような感じになりましたでしょうか。2番手で5番の樋口をさばいてまいりまして、分断していこうというところなんですが、ご覧のようにちょっと2番手以降は隊列かなり乱れました。7番の大阪が先頭、そしてこの後ろ4番の山本と5番の樋口、さらには2番の川西に1番の渡辺がやり合う展開となりました。後方には3番の関戸、6番の亀井となって、さあここで6番車の亀井正人が縦に踏んでまいりました。あとはこれを追いかけて7番車の大阪城、そして3番車の関戸とも3番手に上がってまいりました。逃げていく6番の亀井、さあこれは波乱となっていきそうだ。4コーナーから直線コース、6番亀井先頭で五輪、2着7番の大阪、そして3着には3番の関戸でしょうか。青番周回3コーナーから4コーナーです。2番7番と南関東勢、4番1番地元連携、後ろから関東勢動いてまいりまして、伊早坂、まずは6番車の伊早坂が一本棒を崩してまいりました。後ろから動いて関東勢残り2周というところ、誘導を下ろして伊早坂が先頭に変わりました。叩かれて大関が4番手、そのアウトコースに4番車の中釜、さあ現在中段が並走となっています。4番車の中釜がどうでしょう、このままここで勝負してくるんでしょうか、あるいは前を叩きに行くのか。前は関東勢6番車の伊早坂先頭変わらず、伊早坂がちょっと流すような感じなんですけれども、この辺りからペースが上がってまいりました。そして中段の外目に4番車の中釜がおりますけれども、さあ中釜と2番の大関、依然として中段が並走状態となりました。最終の 1,2 コーナー中間地点です。さあ4番車の中釜仕掛けていくんですが、1番車の金田は連携が切れました。飛ばす6番車の伊早坂、追走が3番の平石、ブロックを見せて5番の塚本、さあ連携乱れて内をついては7番の石井武で4コーナーを回ってくる。先頭は伊早坂先頭、最後3番の平石でしょうか。ライン3波の攻防戦、岐阜勢が前、近畿勢中段にいて、2番の上原拓也は後方待機。ここで2番車の上原から動いてまいりますか。後ろから東日本勢が前を抑えに行きます。残りは2周回、小浦を叩いていって2番車の上原が先頭に変わる。さあそして反応していって6番車の中村道隆、中村が今度はその上を叩いてまいりますか。6番車の中村が主導権を握りました。さあそして5番の小浦が中段に上がってまいりまして、さあここは2番の上原と位置の取り合いとなってまいりますでしょうか。しかしそのままのスピードで5番の小浦が前を叩きに行きました。逃げる6番車の中村道隆、それを仕留めに行って5番の小浦、さあ小浦のかましが決まっていくか。3番の板橋ちょっと口が開いて
えているんですが、懸命の追走、あとはクノンシロ、切り替えたのが4番の辰巳豊です。さあそして3番手から4番の辰巳がまくっていって、辰巳のまくりが決まってまいりますが、追走1番の前田拓也、あとは2番の上原が3番手まで上がってきて、この後ろには7番の乃木義則で4コーナーを回ってくる。さあ混戦模様となってきて、外から一気に2番の上原か、内は4番の辰巳豊か。が後ろからさあ2番車の西谷がゆっくりと上昇してまいりました。ラインの先導役は2番車の西谷と5番車の鈴木亮介です。さあ5番の鈴木、2番の西谷、2分線、残りは2周回前から、ここは5番車の鈴木が一度突っ張りまして西谷を出させません。切れ目の4番手に6番車の船田変わらず叩けず、2番車の西谷は元の位置の5番手。さあ近畿勢が再度仕掛けてまいりますでしょうか。鐘が入って3コーナー前から突っ張って5番の鈴木、鈴木がやはりここは主導権を取る流れとなりました。2番手が藤田、3番手がイーヨ、そして6番の船田がいて、近畿勢は後手に回っています。残りは1周回、さあグッドペースが上がっていく鈴木亮介、追走が藤田、3番手がイーヨ、5番手2番の西谷、最終の2コーナーからバックストレッチ、ここで西谷がまくっていって4番手3番手まで上がってまいりました。気づいた3番の藤田、さあ藤田が横に張ってまいりますが、7番の佐藤が切り替えてコースを探してくる。4コーナーを回ってくる先頭鈴木、番手から3番の藤田、藤田先頭外から7番の佐藤の強襲がありました。青番周回3コーナーから4コーナー前は3番の菅原、動き出した2番車の高橋、中部勢がまず後ろから抑えに行きます。先頭3番の菅原、並びかけて2番車の高橋、ここは2分線。さあ前で3番の菅原も突っ張り気味で踏んでいくんですけれども、2番の高橋、さあ高橋が強引に抑えますでしょうか。そして3番の菅原が飛びついた、2番手3番手が並走状態となりました。決勝戦2番高橋の好意で3番の菅原と4番の笹倉がやり合う展開となっています。あとは桜井と山田が並走、5番の川口がその後ろ、1番車の中井は最後方に構えています。さあ後ろを振り返りつつ2番の高橋がゆっくりと上昇してまいりますか。さあ最終周回の1、2コーナー中間地点です。2番手3番手は依然として決着がついておりません。先頭2番の高橋ですが、2番手3番の菅原が取り切りましたでしょうか。3番手は6番車の山田、山田が現在は3番手に入りました。逃げる2番の高橋、追走が3番の菅原、あとは3番手6番の山田で4コーナーを回ってくる。番手から抜け出すか、3番の菅原、内は2番の高橋、外3番の菅原でしょうか。